システム起動、情報整理モードに移行します。おお、夏川春樹隊員、じーっとしてても。中島陽子隊員、太田由香隊員、待望の時間だよ。蛇倉翔太隊長、本作戦の指揮官はこの私です。そしてウルトラマン Z が現れてからの記録について整理を開始します。ご承諾ください、我の名をウルトラマン Z。 最後に立ちはだかる相手は誰だ、の心振りかざして牙を剥く、yes! 最強の力を手に入れた者はどこへ向かい誰と戦うのを教えて、二人の力合わせその先へ進め、敵か味方か揺れ動く君はどっちだ、この戦いを終わらすためにはウルトラの力、また腰が泣いてる、優しさの力、共に戦え未来へつなげ、熱く激しくウルトラマン Z。ウルトラ Z ライダーにセット、3つのメダルで変身だ。レオアルトレッジ、デラックスウルトラ Z ライザー、ウルトラメダル続々登場。私は守りたい、面白い、いてよ人口 Z 軍団よ、要は暗黒の王手。今後あなたに力がいる、誰にも負けない力が。アブソリュートデストラクション、我は究極生命体アブソリュートタルタロス、俺たちでこいつを倒すぞ。この宇宙にかつてない異変が起き始めている。助けが来るまで持ちこたえるんだ。もちろんです。タルタロスの狙いは一体、心を無にして眠っている領域にタップするんだ。正義を守り試練に立ち向かう、それが光の使者ウルトラマンだ。はしゃぐのもそこまでだ。行くぜ。シェア Andrew Galaxy Fight The Absolute Conspiracy。 戻っていたのか、タロウ。ああ、光の使者としての任務完了。トレキア、対怪獣特殊空挺機構、通称特空機。日常的に出現する怪獣から人間を守るため開発されました。その第1号機がセムンガー。ぜひ。世界初の対怪獣ロボットで、実用行動時間は3分。怪獣との戦闘のみならず、瓦礫の撤去や輸送作戦にも活躍します。ギガスとの戦闘で拳を打ち出す新兵器、光神鉄拳弾も装備されました。このセブンガーがゲネガーグという宇宙怪獣と戦闘中、同じく宇宙から来たヒューマノイドタイプのエイリアンと共闘することになりました。人類に友好的と思われたこの巨人は、夏川春樹隊員の提案でウルトラマン Z と命名。以後特空機と Z は幾度となく共闘することになったのです。
時を同じくして、それまでは出現頻度の低かった50メートル級の怪獣が次々と出現。さらなる戦力増強のため2号ロボウィンダムが開発されます。全身からジェット噴射して素早い動きが可能です。そのスピードはセブンガーの2倍。Z との協力により初出動でエリマキテレス丼を撃破。このエリマキテレス丼は突如他の怪獣の形質を発現させた謎の多い怪獣でした。我々の戦力増強に呼応するかのようにウルトラマン Z も次々と特性の違う姿で現れました。ウルトラマン Z ベータスマッシュ。格闘や肉弾戦が得意と思われる赤い姿、ウルトラマン Z ガンマフューチャー。分身や瞬間移動など超能力を駆使する姿、ガンマイリュージョン、さらには Z の仲間と思われるウルトラマンも出現します。宇宙から来る怪獣は地球上のものより強く常識を超えた力を持っており、既存の特空機では対応できないことが明白でした。そのためさらなる戦力増強が求められることになります。ウルトラマン Z、 ウルトラアクセスカード、ウルトラ Z ライダーにセット。アクセスグランティッド。メダルに宿ったウルトラヒーローの力で変身だ。セブン、レオ、アルファエッジ、デラックス、ウルトラ Z ライザー。ウルトラソフビシリーズ、ウルトラ怪獣が現れた。ウルトラソフビシリーズで君だけの夢のバトルを作り出せ。ソフビと一緒に遊ぼう。デラックスキング城登場。デルタライズクロー覚醒。その手に宿るは宇宙の魔剣ベニアロク。俺様を手にしてお前は何をする。最強の力を解き放て。デラックスベニアロク、デルタライズクローに変身。劇場版ウルトラマンタイガ、もう見てくれたかな。ニュージェネレーションヒーローズ全員集結。最強の敵、そして奇跡のヒーローの誕生。好評発売中。ウルトラマン Z ブルーレイボックスが発売決定でございます。ストレージのみんなと対怪獣ロボの活躍、さまざまなタイプに変身して戦う私の姿など、見どころがウルトラいっぱいだ。ここでしか見られない映像特典もあるぞ。ブルーレイボックス手に入れるしかないでございますな。ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 宇宙人の技術で作られたオーバーテクノロジーを手に入れたことで、これまでよりも強力な特空機が開発されます。ロボット完全に停止中。それがキングショーストレイシカスタムです。宇宙ロボットの動力源を用いたメインエンジンを搭載しており、その出力はウィンダムの5倍。キングショーストレイシカスタムセパレートモード。ヘラニアム誘導弾発射。分離、変形、合体が可能で柔軟な作戦行動を取ることが可能です。キングショーストレイシーカスタムタンクモード。
強力ビームペダニウム粒子砲によってウルトラマン Z の力を借りることなく怪獣の撃破に成功しました。世界に怪獣の居場所はない。かわいそうだけど、だからこそ誰かに押し付けちゃいけない。ちゃんと背負いたいんだ、命を奪う責任を。人間は欲が深い。この技術はまだ我々人類には早すぎるのかもしれない。強力な兵器に疑問を抱く隊員も出る中、新たに手に入れた異次元のオーバーテクノロジーを応用した新兵器 D4 が開発されます。これは先日行われた D4 の実験映像だ。島の半分を消してしまうような兵器を実戦で使うということですか？危険すぎます。異なる次元のエネルギーがこの次元にどういう作用を及ぼすかまだ解明されていません。危険な力を使うことに疑問を抱いたストレイジのメンバーは直後の戦いでも D4 の使用を拒否しました。ヨーコ、回避しつつ交代しろ。ヘビクラ君、これ以上は無意味だ。 D4 レイを使うんだ。住民の避難は完了しています。今 D4 レイを撃てば戦略的に被害最小限にすることができるのよ。命令には従えません。この時の命令違反がきっかけで栗山長官はストレイジの解散を宣言。ストレイジは解散とする。新たに第一特殊空挺機構群を編成し、さらなる強力な特空機の開発を推進したのです。最強のロボット兵器の開発に成功したのです。その名もウルトロイドゼロ。ここ夕霧演習場では防衛軍が開発した最強ロボット兵器ウルトロイドゼロ起動。こうして地球外のオーバーテクノロジーを利用することにより地球防衛軍の戦力は加速度的に飛躍しました。しかし実は兵器が強力になるよう仕向けている存在がいたのです。消えて枯れ枯れた。寄生生命体セレブロ。先日の決戦後、太田由香隊員によって捕獲研究が進んでいます。さらに直接接触した中島隊員からの報告も総合し、その目的が明らかになりました。セレブロは文明を持つ星に恐怖を植え付け、それに対抗するための兵器を作らせます。ペダニウムハンマー。少しずつその開発をエスカレートさせ、やがて強力すぎる兵器で自滅するのを楽しんでいたのです。こいつ反応が良すぎる。ウィンダムと全然違う。地球の場合、10年前にグルシオライデンを送り込み、ロボット開発をスタートさせ、怪獣メダルを使って少しずつ強力な怪獣を生み出し、ついには栗山長官に寄生して兵器開発が進むようコントロールしていました。こうして完成した最強の特空機ウルトロイドゼロ。ウルトロイドゼロ現着、攻撃を開始する。ウルトロイドゼロは期待通りの実力を見せます。しかし
もう一人この完成を待ちわびていた人物がいました。隊長？見えるものだけ信じるなって教えただろ。そんな、隊長が。蛇倉翔太、元ストレイジ隊長。彼はこれまで何度かストレイジを助けるような行動をしていた謎の宇宙人だったのです。その首もらった。もっと頑張ってもらわないとな。蛇倉元隊長の目的はセレブロに最強兵器を開発させ、それを奪うことでした。セレブロ、今はそいつの中にいるのか。ようやくお前の目的が分かったぞ。ジャグラス、ジャグラー、俺が人類に作らせた最終兵器を横取りするつもりだったのか。選択肢は二つだ。そいつを奪って目的を達成か、それともこの小僧の命を助けるか。変身能力を失いました。またやっちまった。邪魔者がいなくなったセレブロは中島隊員に帰省。自分のゲームを最終段階に進めます。ウルトロイドゼロが出撃しました。次々と休眠中の怪獣を吸収してる。クレッセント、ダンカン、アーストロン。ウルトロイドゼロは各地で怪獣たちを吸収し、恐ろしい姿へと変貌を遂げました。死と破壊の王、デストルドスだ。
ーズエキスポニューイヤーフェスティバルが始まるぞ。東京ドームシティプリズムホールで今年もエキスポ行くぜ。バトルステージ俺もバトルステージでみんなを待ってるぜ。遊びに来てくれよな。東京ドームシティ。思いは強くなる。ストレージの夏川春キッス。おっ、お疲れ様。いや、ダメだ。バイバーイ。360度リアル怪獣体験、ダイバーシティ東京プラザに出現中。怪獣の住処 VR アドベンチャー。おいで、食べたりしないから。デストルドスは世界各地で猛威を振るっていました。俺たちの基地を取り戻しに行くぞ。残された元ストレイジメンバーは特空機を使い中島隊員救出作戦を開始します。やつを殲滅する。ここが標的になるかもしれない。本部の連中が殺到する可能性もある。俺は怪しい宇宙人だしな。危険を感じたらすぐ逃げろ。逃げていい。これが俺たちストレイジの最後の戦いだ。全員生きて帰って真子さんのマグロで打ち上げするぞ。デストルドス、作戦区域到達まで距離5000。行くぞ、ハリケーン。おっ、これに攻撃を開始する。セブンだ。骨董品だってな、まだまだ役に立つんだよ。ハルキ、俺たちで奴の動きを何としても止める。絶対音を救出しろ。おお、超高進回転鉄拳装着。よし、行くぞ。キング・ジョー、ストレイジカスタム、タンクモード。キング・ジョー、ストレイジカスタム、ロボットモード。ロボットモード Z だ。レディーゴー。ジャーゴー。
Precious. ご唱和ください。我の名をウルトラマンゼーウルトラマンなわけないだろう。ハルキ助けだから、もちろんでございますよ、ハルキ。セス・ヒューマン・ゴーゼお元気で。こうしてセレブロがもたらした大規模な戦闘は終了しました。夏川隊員はウルトラマン Z と宇宙へ旅立ち、ストレイジは平和を守るための任務を続けています。以上をもってストレイジおよびウルトラマン Z に関する記録終了します。それじゃあ行くぞハルキー。シューアイチ。我らがウルトラマン Z、 そしてあのウルトラマンティガの武勇伝が再び、新番組ウルトラマンクロニクル Z ヒーローズオデッセイが1月9日から毎週土曜朝9時放送スタート。ウルトラヒーローへの応援よろしくお願いします。みんな、動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録も忘れるなよ。更新情報をお知らせするぜ。さあ、次回もお楽しみに。